どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA Pay のねキャンペーンが来ておりますので、こちらのね解説ねやっていきたいというふうに思います。ANA Pay ね、皆さん使っておりますかね？ちょっと私はですね、全然使ってないんですけども、ちょっとね、ANA Pay 自体がですね、なかなかね、使えるところもね、多くないっていうこともありまして、おそらくね、利用されている方ね、結構少ないかなっていうふうに思うわけなんですけども、ANA はですね、プレミアムステータス獲得チャレンジ2021っていうね、プライムポイントもね、必要なんですけども、決済額に応じてですね、ステータス付与もね、やっておりますので、こちらね利用されている方はですね、結構ねいいのかなというふうに思いますし、 ANA Pay がね利用できるお店がですね、生活圏内にねある方はですね、結構おすすめかなというふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではですね、キャンペーンの詳細なんですけども、毎日コツコツ旅の準備を楽しもう、 ANA Pay で貯めたマイルキャンペーンですね。ちょっと読み方がね、わからないですね。貯めたマイルキャンペーンですかね。たたマイルキャンペーン、ちょたマイルキャンペーンではないですかね。こちらちょっとね、置いといて、ANA Pay のね、キャンペーンは、今回ね、大きく2つに分かれておりまして、まず1つ目なんですけども、こちらは ANA Pay を新規登録した方限定っていう風になっておりまして、2021年の5月の24日からですね、2021年の7月31日に、この ANA Pay にですね、新規登録していただいて、またですね、6月1日から7月31日までの間にですね、5000円以上ね、利用された方に500マイルがね、もらえるキャンペーンっていう風になっております。で、こちらのキャンペーンはですね、エントリー不要という風になっておりますので、ANA Pay をね、導入していただければですね、キャンペーン対象っていった形になります。こちらのキャンペーンはですね、ANA Pay がね、発表された時にね、登録された方は、こちらね、ダウンロードするだけですね、500マイルね、もらえるキャンペーンだったわけなんですけども、今回のですね新しく出たキャンペーンは ANA Pay をね導入していただいて、またね5000円以上ね利用しないと、この500マイルがですねもらえないっていった形になるんですよね。まだね導入されてない方はですね、こちらね導入していただいて、またね5000円利用すればですね、500マイルねもらえるっていう風になりますんで、こちらね ANA マイルの還元率は 10% っていう風になりますので、利用されてない方はですね、ぜひね導入していただければなと思います。でですね、 ANA Pay 自体のねスマートフォンアプリってないんですよね。で、 ANA にはですね ANA マイレージアプリがありますよね。こちらから ANA Pay に、導入していただくっていった形になりますので、この点もね覚えておいてください。で、キャンペーン自体のですね公式サイトもね概要欄に載せておきますので、そこからね ANA のねアプリもダウンロードすることができますし、またですね ANA Pay のね導入方法とかもですね結構詳しく載っておりますので、そちらね参考にしていただければなと思います。それでは次に2つ目のキャンペーンですね。こちらは ANA Pay のね決済額に応じてマイルがもらえるキャンペーンっていう風になっておりまして、こちらの決済額のキャンペーンに関してはですね、前回にね対象といった形になっておりますので、 ANA Pay をねもう導入されている方も利用することができます。で、キャンペーン期間はですね、先ほどと一緒で2021年6月1日からですね、2021年の7月31日までっていう風になっておりまして、キャンペーン期間中に5万円以上10万円未満ね決済された方に1000マイル、10万円以上15万円未満ね決済された方に2000マイル、15万円以上のね決済していただくと3000マイルがねもらえるキャンペーンっていう風になっております。で、こちらのキャンペーンのねボーナスマイルについては2021年の9月頃にね付与予定っていう風になっておりますので、こちらもね覚えておいてください。で、こちらのキャンペーンなんですけども、5万円以上10万円未満ね決済していただくと1000マイルっていう風になっておりますので、この区切りがですね5万円区切りっていう風になっておりますので、利用額ね行きそうな方であればですね、5万円利用して10万円までね利用するっていうのもいいのかなという風に思うわけなんですけども、5万円以上10万円未満などですね1000マイル付与っていう風になっておりまして、5万円利用しても9万円利用してももらえるマイルはね1000マイルっていう風になりますんで、こちらね決済額どのぐらいいくかですね確認していただいてね利用してみていただければなという風に思います。
またですね、今回のキャンペーンはボーナスマイルっていう風になりますので、 ANA Pay は基本 ANA マイル還元率として200円につき1マイルねもらえるっていう風になっておりまして、今回紹介させていただいているのはキャンペーンということで、こちらはボーナスマイルっていう風になるんですよね。ですので200円決済で1マイルっていうのはですね、別で、ね、もらえるっていう風になりますので、この点も覚えておいてください。仮にですね、15万円利用していただいた場合はですね、基本還元率として750マイルがもらえてですね、また今回の決済額のキャンペーンで3000マイルがねもらえるということで、合計ね3750マイルがですねもらえるっていった形になります。でですね、注意事項としてはですね、このキャンペーンはですね、1人1回のみね利用できるキャンペーンっていう風になっておりまして、またね利用額に応じてもらえるマイルがね変わるっていった形になるわけなんですけども、こちら1000マイル、2000マイル、3000マイルね5万円刻みで決済していただくともらえるわけなんですけども、こちら合計でもらえるわけではなくて、15万円利用すると3000マイルもらえるっていう風になりますので、この点もね注意していただければなと思います。それでは次にですね、 ANA Pay についてなんですけども、 ANA Pay はですね、クレジットカードから ANA Pay にチャージしていただいて利用していただくペイサービスっていう風になっておりまして、基本情報はねこんな感じになっておりまして、クレジットカードねチャージできるのが JCB ブランドのクレジットカードのみという風になっておりまして、手数料はねかからないわけなんですけども、チャージ上限っていうのが1回2万円までっていう風になっておりまして、またですね月の上限が10万円までっていう風になってるんですよね。ここはねちょっとね残念ポイントなんですけども、今回のキャンペーンがですね、15万円以上ね利用すると3000マイルがねもらえるっていう風になりますので、15万円ねチャージしなきゃいけないわけなんですけども、月の上限がですね10万円までっていう風になっておりますので、こちらね月をまたがないとですね15万円ってチャージできないんですよね。まあ、こちらねちょっとね上限ね増やしていただきたいなっていう風に思いますよね。またですねこちら公式サイトにね記載があるんですけども、一定期間にですね何回もチャージすると制限がねかかるっていう風にね記載がありますので、まあ短時間でねチャージしなければ大丈夫だと思うんですけども、この点もね覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、 ANA Pay にチャージできるのは JCB っていう風になっておりまして、 ANA のね JCB クレジットカードねありますよね。こちらでチャージしていただくと、チャージした時にもマイルがもらえるっていう風になっておりまして、またね決済していただくとまたね別にマイルがもらえるっていう風になってるんですよね。でですね、 ANA JCB クレジットカードでチャージするとねこんな感じでマイルがもらえるっていう風になっておりまして、 ANA JCB 一般カードの場合は1000円につき1マイル、ゴールドカードの場合は1000円につき6マイル、またねプレミアムカードの場合は1000円につき11マイルがねもらえるっていった形になるんですよね。でですね、今回の決済額のキャンペーンで15万円ねチャージするとどのぐらいもらえるかっていう話なんですけども、一般カードであればですね15万円チャージしていただくと150マイルがもらえるっていう風になっておりまして、ゴールドカードであればですね900マイル、プレミアムカードであれば1650マイルがですね15万円チャージするともらえるっていった形になるんですよね。で、先ほどもね言いましたけども、一度にね15万円っていうのはチャージすることができませんので、こちらもね覚えておいてください。でですね、以上をまとめると、今回のキャンペーンでどのぐらいね ANA マイルが獲得できるかっていう話なんですけども、 ANA JCB 一般カードで15万円ねチャージしていただいて利用していただくとですね、チャージ分で150マイル、またね15万円の決済で3750マイルがねもらえるっていう風になりますので、合計ね3900マイルがもらえるっていった形になります。ですので ANA JCB 一般カードの場合はですね、 ANA マイル還元率 2.6% 還元っていう風になります。この還元率だったらね結構いいですよね。一般カードでもねかなりおすすめっていった形になります。またですね、ゴールドカードであれば15万円ねチャージしてキャンペーンね利用していただくとですね、チャージ分で900マイル、決済額で3750
4650マイルっていう風になりますので、合計4650マイルがねもらえるっていった形になります。ゴールドカードになるとですね、 ANA マイルの還元率は 3.1% 還元ということで、かなりすごいですよね。でですね、プレミアムカードで15万円チャージしていただいて、キャンペーンね利用していただくとですね、チャージ分で1650マイル、またね15万円の決済で3750マイルがねもらえるっていう風になりますので、合計ね5400マイル、 ANA マイル還元率で言うと 3.6% 還元っていう風になるんですよね。いや、やっぱりねプレミアムカードね、年会費はねかなり高いわけですけども、3.5% ね ANA マイル還元率超えてきますので、かなりすごいですよね。いかがだったでしょうか。今回ですね、 ANA Pay のキャンペーンをですね解説ねさせていただきましたけども、普段のね生活決済で ANA Pay がね利用できるところが近くにある方であればですね、今回のキャンペーンねかなりおすすめっていった形になるわけなんですけども、 ANA Pay がね利用できるお店っていうのをちょっとねこちら辺にね出しておきますけども、まあこちらね一部なんですけども、まだね利用できるところがですね、他のペイサービスに比べるとねまだ少ないっていった形になっておりますんで、コンビニでもですねファミリーマートとローソンはですね対象なんですけども、セブンイレブンもねまだ利用することができないっていった形になっておりますので、今回のキャンペーンね一番上は15万円の決済ということで、普段の生活でね利用できる方であればですね、かなりねおすすめっていった形になっておりますので、公式サイトね概要欄に載せておきますので、この利用できるお店もですね確実にねチェックしていただいてですね、今回のキャンペーンね利用してみていただければなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンバーホテル、ヒルトンホテルなどについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。